これは当宿からのささやかなプレゼントです。よろしければコミュニケーションツールとしてご活用ください。クイーンズブラッド、現在ミッドガルはかつてない危機にさらされています。魔鋼炉爆破事件、7番プレート崩壊に続き、ミッドガルハイウェイに突如発生した竜巻が0番街から2番街に至る区画に甚大な被害をもたらしました。ドミノ市長と市当局はシンガーカンパニーの助言を得て、この竜巻は反シンガー勢力アバランチによる未知の兵器を使った攻撃であるという見解を発表しました。現在停戦中のウータイのお客様が心地よく過ごせるように念入りに掃除しておかないと。掃除だけはうまいってブロードさんにも褒められたんだから。おはようございます。ご挨拶が遅くなりました。私はブロード、この宿のオーナーです。皆さんはすでにお出かけですよ。ああそうだ、バレットさんから伝言を預かってます。寝ぼすけのソルジャーさんよ、今日は一日自由行動だ。今のうちに装備の点検でもしておくんだな、とのことです。まずは武器屋へ行かれてみてはいかがでしょう。そうだな。それとクラウドさん、スキルブックをお持ちですよね。ああ。でしたらついでに本屋にも寄られてはどうでしょう。カームの本屋は由緒ある魔導書店の第1号店。確か初回はサービスしてくれるはずです。熟練の技能士がお客様の新たな能力を引き出すようにスキルブックをカスタマイズしてくれますよ。カームは素朴でいい街ですよ。ゆっくり観光なさってください。武器屋と本屋には行かれましたかな？カームは素朴でいい街ですよ。起きたか。よほど疲れていたようだな。俺を待っていたのか。感謝を伝えていなかったと思ってな。クラウドたちのおかげで北条から逃げられた。成り行きだ。だとしても恩は必ず返す。しばらくは一緒に行く。そうだ、装備の点検に行くなら私の装備品も頼む。分かった。偉そうな新入りだな。あ、おはよう。ああ、みんな町を見に行ったみたい。そうらしいな。あのタンク、思い出さない？ああ、約束した場所だ。あの時の服、お気に入りだった。ああ、水色みたいな、緑みたいな色の。うん、穏やかでいい街だね。なんだかのんびりしちゃうね。いいのかな、穏やかで。ああ、今日も風が気持ちいいな。
魔法炉のある場所に来て。聞け、弟よ。装備の点検は終わったのか。ここで何をしている。見張りだ。いつ神羅が来てもおかしくはない。さすが頼りになるな。褒めても何も出ないぞ。見張りは任せろ。今のところ異常はない。見張りは任せろ。セブンスヘブンを再建してからだ。その時は俺がおごろう。そりゃ嬉しいね。じゃ高い酒を仕入れとかないとな。未知の兵器を使った長旅になりそうだ。準備はしっかりしとけよ。土産はまだ買うなよ。荷物になるだけだ。長旅になりそうだ。準備はしっかりして。新社長しよう。いらっしゃい。ゆっくり見ていけよ。そんじゃ気をつけてな。何をしてるんだ。クラウド探してたの。そうか。本屋に用事？あのね、その後時間ある？塔の上行ってみない？ああ、行こう。本当？やった。それじゃあ入場券もらっておくから、塔の前で集合。今日はどうします？また寄ってね。我らが魔法炉視察だもん。それじゃあ行こっか。お、ガル、こっちだったよね。そのはずだ。ここから見ると小さいね。距離があるからな。
ねえ、ティファと何かあった？ほら、部屋同じだったから。何か言ってたか？特には何も。でも、わかる。幼馴染なんて、羨ましい。大切にしなくちゃ。おそらく。考えないでくれ。町が巻き込まれる。逃げよう。ついてこい。異常なし。裏路地を行こう。私は味方だ。本家に知り合いがいてね。あんたもアバランチか。似たようなものだ。待て、私が兵士の気を引こう。君たちは上の足場を渡れ。宿まであと少し。気を抜くな。
だわ。うん、下で待っている。地下道が町の外まで続いている。今ならまだ待ち伏せはないはずだ。外に出たら近くの農場に私の知人がいるから頼るといい。それとこれを。クラフト端末だ。共和国時代に作られた骨董品だが、アイテムクラフトができるようになる。よければ使ってくれ。俺たちを行かせて、あんたは大丈夫なのか？私もこの町も、シンナとはいろいろあって、ね、正直、これが正しい道なのかは、わからん。考えが変わる前に、さっさと行ってくれ。農場のやつには連絡しておく。寄ってみてくれ。よかった、無事だったんだ。ごめん。たく、二人で何してやがったんだ。デートみたいな。あ、え、そういうのはしばらくお預けだ。いいな。よし、脱出だ。行き止まり？風が流れている。こっちだ。俺の出番だ。
私なんかよりずっと強そう。そう見えるだけだ。だから人々は崩壊の予兆に気づかない。いろいろ教えてね。何が知りたいんだ。例えば荒野の歩き方。そんなの簡単だぜ。俺のやり方はとりあえず歩きだぜ。カームにはしばらく戻れないよね。そうだな。行こう。これが本当の始まりだね。あんたらアバランチだろ。心配するな。カームの宿屋から連絡があった。シンナが本格的にあんたらを探すらしい。ここも安全じゃないかもしれない。湿地帯の方に使われていない船着き場がある。身を隠すにはいいかもしれないぞ。悪いがここでかくまうわけにはいかない。身を隠すなら湿地帯の船着き場がおすすめだ。最近モンスターが増えてるんだ。あんたらも気をつけるんだな。悪いがここでかくまうわけにはいかない。身を隠すなら湿地帯の船着き場がおすすめだ。シンナはいねえな。ああ、共和国時代の船着き場だ。昔は船で湿地を渡ってたんだよな。で、ミスリルマインを抜ければジュノンとある。ああ、その通りだ。だが船は死んでいる。乗ってみる？無理だな。そんじゃ
泳ぐか。湿地にはミドガルゾルムが潜んでいますだって。でもチョコボのスピードなら大丈夫。さあチョコボで湿地を越えましょう。チョコボのご用命はグリーン牧場までだって。どうする？チョコボ乗る？乗る？行ってみよう。おやおや、こいつは皆さんお揃いで。あ、トラックのおじさん。あの時はお世話になりました。なに、お嬢さんたちならいつでも大歓迎さ。うっと、自己紹介がまだだったな。私はグリーン、以後お召し置きを。で、今日は、あ、もしかしてチョコボが入りようかな。おうよ、湿地帯を越えたくてよ。さすがお目が高い。昔は国営の交通網があったが、ご存知の通り今じゃ全くの役立たず。そんな時代に便利なのがチョコボ。特に湿地帯ではこの上なく役に立つ。お嬢さん方、チョコボがどうやって底なし沼を渡るか知ってますかな。さあ、なんと羽毛でぷかぷかと浮かびながら強靭な足でスイスイと泳ぐんですな。そしてあの恐ろしいミドガルズオルムもチョコボには追いつけないときたもんな。へえ。ま、何が言いたいかというと、湿地帯を越えるならチョコボが最善。それはもう間違いなし。ここで借りられるのか。もちろん。詳しいことはあの小屋にいる孫のグリングリンに聞いてくれ。ん？何か質問かな？いらっしゃい。看板を見た。湿地帯用のチョコボを借りたい。ああ、おじさんたち運が悪い。おじ、レンタル用のチョコボはみんな貸し出し中なんだ。いっぱいいるじゃねえか。今いるのは療養中か契約済みの子だよ。でもまあ、おじさんたちがもっと高値で借りてくれるって言うなら譲ってもいいよ。いくらだよ。10万以上。ごめんね、私たち旅の途中でそんなに払えないの。あ、それならいい情報があるんだ。ん、情報量千ギル。え、と言いたいところだけど、美人を困らせたくないからタダでいいや。実は少し前に牧場から逃げ出してそのまま野生化しちゃったチョコボがいるんだ。もしそいつを捕まえてくれたらお姉さんたちのものにしていいよ。本当に？名前はピコ。ちょっと気難しいやつで放牧してたらいつの間にか逃げちゃったんだ。え？おじさんに雰囲気が似てるかも。まずピコの足跡を探して。足跡があればその近くにいるはずだよ。野良になったチョコボはすごく用心深いけど、気づかれないように近づければお姉さんたちでも捕まえられると思うな。うん、分かった。ありがとう。あとこれ重要。情報をタダにしたんだ。必ずうちの店で買い物をすること。妹のクリンが売ってるから、まずは見てってよ。商売がうめえな。チョコボを捕まえたら一度うちに連れてくるといいよ。乗り方や育て方を教えてあげる。チョコボの質問。
子のことよろしく頼むよ。お兄ちゃんがお金お金ってごめんなさい。お仕事だからね、気にしないで。そうなんだけど、パパとママがいなくなってからとってもお金にうるさくなって。お姉さん、ミッドガルから来たの？うん、スラムから。チョコボサムって知ってる？知ってるっていうか、うん、知ってる。どこにいるの？6番街のスラムだろうな。ウォールマウ…サムに会いたいの？わかんない。その人、パパとママの仇なの。クリン、その話はお客さんにはしないよ。でも今の話はよそでしないでよね。サムはチョコボ業界の大物だから、変な噂が立ったらうちなんかすぐに潰されちゃう。うん、わかった。誰にも言わない。あ、ピカを捕まえたらこの野菜あげてみてください。ピカは特に野菜が好きだったから、ここに戻ってきたくなると思うんです。それじゃあお店も見ていってください。お兄ちゃんは必ず買えなんて言ってたけど、いいものがあったらでいいんで買ってください。あとチョコボの装具品と黄金の羽の交換も受け付けてるんで、そちらもよろしくお願いします。足跡だよね。いたぞ。よっしゃ、あとはとっ捕まえるだけだな。静かに。狩りの基本は相手に気づかせないことだ。狩り？友達になるんだよね。ああ。
なんだ、どうした？まだお腹減ってるのかも。ごめんね、もう持ってないの。牧場に戻ればたくさんあるよ。おい、牧場へ戻るようだな。追いかけよ。この準備できたよ。じゃあこれ、この笛を吹けばいつでもチョコボを呼び出せるから。チョコボに乗るの初めての人もいるよね。はいはい。じゃあうちの練習場を使っていいよ。案内するね。ここでレースに出るチョコボを調整してるんだ。レースって？ゴールドソーサーで開催されているチョコボレースのことだよ。世界中のチョコボファームが参加するんだ。グリーン牧場も出るの？父さんと母さんがいなくなってからは一度も。でも近いうちに出るつもりだよ。どうしても勝ちたい相手がいるんだ。ま、お兄さんたちはレースに出るわけじゃないから、とりあえずチョコボに振り落とされないようにね。それじゃあチョコボに乗ったら声をかけて。いい感じだね。じゃあ軽く走ってみようか。との相性もいいみたいだし、もしかしたらお兄さんとピコならレースでも勝てるかも。いろいろありがとね。あ、そういえばお姉さんたちお金ないんだよね。カームなら仕事があると思うよ。シンラの軍隊もいなくなって落ち着いたみたいだから行ってみれば。そうだ、ついでにクリンの依頼を受けてやってくれない？なんだか困ってるみたいなんだけど、僕には話してくれないんだ。クリーン、ずっと元気がなくって。妹は母さんが大好きだったから。何でもやしてく？いや、急ぎたい。旅、お金かかるよね。うん。何でもや、手伝うの楽しいし、ね。何か困っているらしいな。え？ああ、お兄ちゃんから聞いたんですね。お花を摘みに行きたいんですけど、モンスターのせいで行けないんです。そうか、お花は我慢できないよね。お花を集めてこれを作りたいんです。お母さんがよく作ってくれたんです。私も作りたいのに、モンスターが増えちゃってお花のとこまで行けなくて。ねえ、私たち積んでもいい？もちろん。クラウド、どうかな？本当ですか？お花はミートガルが見える丘に咲いています。ち
っと遠いけど、チョコボに乗ればすぐです。よろしくお願いします。任せる。その顔あんまり良くないな。はあ、ちゃんと手伝うからね。リーフハウスに持ってくお花選んだよね。おお、情熱的な色。クラウド、そういうの好き？花飾りだからもっと必要だね。かわいい。柔らかいし花飾りに向いてるね。積んでく？わあ、いい香り。クラウド、引き寄せられちゃった？これくらいあれば十分。クリンに届けよ。
たしまして。花飾り、お母さんみたいに作れるかな。私、実はお花屋さんなの。花飾り、手伝おうか。本当？一緒に作ろうね、クラウド。ああ、できた。お母さんが作ったみたい。クリンが作ったんだよ。そっか、私でも作れるんだ。お姉さん、お兄さん、教えてくれてありがとう。とにかくやってみろ。はい。あれ、何か問題？あ、お兄ちゃん。お兄ちゃん、これ。これクリンが作ったの？うん。ありがとう。どうかな？似合ってる。ね。ああ。お揃いだ。次はおじいちゃんの花飾りを作るつもりです。いつでも遊びに来てくださいね。妹を助けてくれてありがとう。クラウドのおかげでクリンが明るくなったよ。妹を助けてくれてありがとう。皆さん、どうか落ち着いて。進路の新社長は緩やかに流れる。修理の方々じゃないですね。失礼。おう、修理よりはぶっ壊すのが得意だな。こんな時です、そういう冗談は感心しませんな。で、何かあった？パイプから魔鋼が漏れているようです。何でも屋さんが応急修理をしてくれていますが、やっぱり本職の修理じゃないと不安ですからね。こうして到着をお待ちしているわけです。何でもいい。ええ、ミッドガルのスラム界隈では有名なんだとか。そりゃ会ってみてえな。ではご紹介しましょう。その代わりというわけではありませんが、電話をお願いしてもいいですか？おお、助かります。申し遅れましたが、私、町長のフラットベレージと言います。何でも屋さんは町の外にある工房で作業中のはずです。私からの伝言は状況と進捗の報告をお願いしますです。皆さん、どうか落ち着いて。魔鋼タンクの残量が心配で夜も眠れません。神羅の技術者さん、いつ来てくれますかね。ミッドガルが最優先でしょうからね。他のやつならもうちょっと気の利いた看板あげるだろうしよ。急に電源が落ちたんだ。魔鋼タンクの残量が。
修理を手配中ですから。逃げてるみたいだな。ああ、ちょうどよかった。仕事を頼めないか。俺はオリバー、ここの農場主だ。実は夜な夜なうちの家畜が襲われて困ってるんだ。犯人はモンスターだろう。探し出して退治してくれないか。助かる。そのワンちゃん、あんたが飼ってるのか。犬扱いはやめた方がいい。ああ、よしよし、かわいいね。元気がいいな。犬の嗅覚なら追跡できるかもしれない。一度犯行現場を調べてみてくれないか。ここか。わかるか。犯行から数日経過しているな。生臭い他の獣の匂いも混ざっている。追跡は難しいだろう。チョコボに嗅がせてみるか。チョコボの嗅覚が優れているとはいえ、これは無理だろう。が、試したいなら止めはしない。分かったみたいだぞ。ん？私も見当はついている。答え合わせておこうか。今度はレッドが調べてみるか。いや、まずはチョコボに任せてみよう。私はチョコボが間違えないようにサポートしよう。落ち着いていけ。頑張るね。まだ行けそうかな。引き上げた。連携しよう。私のクラ下で。そっちは大丈夫。頑張る。気をつけてね。ここだ。はい。燃えるよ。おまけ。ただ攻めろ。やっ。もちろん。どうした？神羅のビルにいたせいで私の鼻はすっかりなまってしまったらしい。私だけではここまで追跡できなかっただろう。チョコボのおかげだ。
チョコボに弟子入りすべきかもな。おお、そうか、倒してくれたか。大変だったろ。もしかして君が活躍してくれたのかな。ご機嫌斜めなワンちゃんにご褒美だ。ほらこっちはあんたへの報酬だ。話は変わるが、ブロードが体調を崩しているらしい。もしカームによることがあったら見舞ってやってくれ。何か用か。お前、アバランチのガセネタをわめいてたガキじゃねえか。え、嘘、クラウド？ここも縄張りなの？パイプ修理を引き受けた何でも屋はお前か。何でも屋のキュリエだ。報酬は安くない。お前ら商売に向いてねえな。町長から伝言だ。進捗を報告しろってよ。そりゃそうだよね。私も報告したい気持ちは人一倍あるけど、はあ、補修に必要な部品が足りなくてまだ全然。一緒に部品を集めてくれない？ふざけるな。善と有望な後輩を助けると思ってね。何でも言うこと聞くから。何でも？何でも屋を名乗るのをやめろ。それが条件だ。交渉整理。早速だけど、これが最低限必要な部品。本当はもっと欲しいところだけど、贅沢は言うまい。腐ったら持ってきて。じゃあよろしくね。一緒に探すんじゃねえのか。私はここでほら、細かいネジとか探さないと。部品揃った？部品集めよろしくね。
先に手を頼む。邪魔だ。はいはい。魔法で決めてます。皆さんも修理を手伝ってくださったとか。おかげさまで魔鋼の供給が再開しました。ありがとうございます。その何でも屋はどこだ。次の仕事があるとかで慌てて出て行かれました。さすが噂にたがわぬ実力者。お忙しですな。思わぬ商売敵の登場だな。そうだ、この優しい何でも屋さんから皆さんの分の報酬を預かっております。魔鋼タンクに魔鋼が溜まっていると安心しますな。今夜はぐっすり眠れそうです。
空っぽの魔鋼タンクを想像するだけで足が震えます。魔鋼タンク、見晴らし塔、堅牢な外壁、カームならではの光景はいかがですかな。ミッドガルの喧騒に疲れた方にはカームの穏やかな生活がおすすめです。どうです、移住されませんか。魔鋼タンクに魔鋼、今夜はぐっすり眠れそうです。またがれば世界がぐっと広がるぞ。ジュノン川に古い友がやってるチョコボ牧場があるから、よければ寄ってやってくれ。チョコボにまたがれば世界がぐっと広がるぞ。私は任せる。私の何度、ごめん、ケチラ。チョコボなら大丈夫って言ってたけど、この子たち信じよう。あれを見ろ、セフィロスだ。本当？王様、限界が先へ。
着いていけ。頑張るね。魔法で決めてこ。よっ、そこは手を叩く。よろけてる？冷たいじゃん。まだまだ。セフィロス、いねえな。うん、そうだね。急ごう。
しもし。私、わかる？エアリス。おかえり、クラウド。セフィロスも。やっぱりセフィロスは強いな。あの連中もセフィロスを追っているのかもしれない。うん、そんな感じするね。俺たちも行こう。セフィロスがいるのか。わからない。モンスターいそうだね。いかにも。ザコは適当にあしらう。深追いは禁物だ。ザコなんていないよ。私には全部強敵。私も。ああ、俺もだ。クラウド、なんとかしてくれ。2000だな。極上と普通の間くらい？何の話？もみ。もみ？行くぞ。各自注意してくれ。ここはもともとミスリルを取ってたんだ。お前らミスリルはわかるか？聞いたことはあるかな。とても硬い。そして美しい。二人とも正解だ。しかもとんでもなく貴重だった。ここ以外で取れたって話は聞いたことがねえ。俺は昔鉱山で働いてたからよ。この業界はちっとばかり詳しいぜ。じゃあミスリル探す？あんまりおすすめじゃねえな。シンナの技術で似たようなものを作れるようになったんだ。とてつもなく硬くてキラキラしたものをよ。マテリア生成の応用だろうな。そうなんだ。多分。